入国人村をブラブラしております。時間は5時半。あ、彼女女の子じゃない、女の子。あ、だから近所の子が混じってるんだよ。あ、混じられへんわな。タッチション大会始まりました。入国人村、ただいま5時半ですね。割と普通にお店も開いております。入国人その何ですか、バリ島はね、お店を飲食店は開けないでくださいゾーンに入ってるんですけれども、同時に、バリではバンジャールと言われる村のね、そういう、隣組とかいうの、昔社会で習ったけど、そういうのが強いんで、あの、まあ、国からのというか中央政府からの、今撮ってるからね、中央政府からのお達しも大事ですけれども、村単位で割と、判断してやっていってるような気がします。さあ、お、誰か知ってる人が歩いていますね。誰でしょう、キョロキョロしてるけど、あんただよ、あんただよ、今誰やろうみたいな感じね。懐かしい、分かる人は分かる、昔マネコね、昔マネコってあコントラなんてもね、マネコの学校があったとこですね。こんな感じで皆さん村のブラブラ散歩、ミュージアムペンデット、ここがイブ、あれお掃除に来てんちゃうんかな。みんな夕方のお散歩で、ほらさっきのウエスさんのご夫婦も帰ってきてるね。ここは、モンキーフォレストを背中に、なんていうの、影武者方面に歩いてるわけですね。モンキーフォレストを背中にニュークリンの、サッカー場の方に向かって、のんびり歩いています。ペーペーカー M っていう、あの社会制限のね、あれが3日から始まったんやけど、まあ、こういう村の方に入れば変わんないですね。いつも通りでございます。前からウエスタンのご夫婦来てますけれども、あの多いですね、白人のお客さん、まあ、観光なのかな、住んでるのかなみたいな感じの人がすごく増えました。まあこの3日から20日までちょっと厳しめのルールが始まるわけやけど、その間はちょっと入ってくる人がもしかしたら減る、ワクチン接種ね、あのしてる人にとっては別にそんな大変なことではないかもしれないですけど、こんな感じで、村の様子です。お散歩中です。かわいいね、ボクちゃんが。ここからですね、カフェワヤン系列のイブベーカリーがあります。前はお母さんが歩いています。サッカー場までは撮ろうかな、ののさん。あ、エアロビクスまでやってますね。村の集会場、ニュークニンの村の集会場でただいまエアロビクスが行われております。あ、いいね。いろんなお散歩の、サッカー場もすごい、さっきあれよね、みんな遊んでたね、よかったよ。なんか昔ほらちょっと前、去年とかサッカー場もなんか閉じられてるような時期なかった？あれ、あの子じゃない、ほらアンガスじゃないわ、そうでしょ、アンガスだ、知り合いの子がいたんで遊びに行こうかな、いいでしょ、バリっぽーいね。爆音でエアロビクスをやっております。村のほらほら、ボール気をつけろ、いいですね、こっちに参加したいね、私はやってますね。ワン、ツー、スリー、フォー、おい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 、いいですね。ほら、あそこにおるよ、あ、サミ、サミちゃんが見てんじゃない、ちょっと行ってみる、ちゃう、人んちの誰かが、人んちの人が見てる、母さんが見てくれはってるな、知らんけど、あそこのお手伝いさんがいるよね。あれイブじゃんって、どこ、どこの、あ、いや、あそこのところにイブじゃないの、真っ暗やったね、ごめん、遊んでるね、サッカー場で遊んでいる知り合いがおります。いいね、こういうね、こういうところを閉めちゃっちゃもうどうにもなんないよね。あっちがあの有名なブミセハット助産院でございます。いい、お母さんがああやって走って、ハロー、ではこののんきな、ニュークリンからでした。